9月2日水曜日朝5時40分のホームポイントは、風は全くないですね。無風でいい感じのうねりは入りますが、インサイドブレイクですね。今日も朝焼けがめちゃくちゃ綺麗ですね。ホームポイントの右も無風でうねりは入っていますが、こちらはショアブレイクですね。気温は27度ありますね。風はありません。うねりがインサイドブレイクですが、今日はどのタイミングで上がるんですかね。台風の影響をどれだけ受けるんでしょうか。